欲しいの、あたしのことウィン・リキシーのいた夏は、ケイト・ディ・カミロウの児童文学。および、それを原作とした映画。2000年出版。日本では2002年に、ポプラ社より出版。オパールは、牧師をする父と二人きりで、ナオミという、小さな町に引っ越してきた女の子。町に来たばかりのオパールには、友達がおらず。 三歳の頃に母が家出したため寂しく過ごす。オパールは心の中で神様、あたし、友達が欲しいの。それからもう一度お母さんに会いたいと呟く。そんなある日、オパールはスーパーで一匹の野良犬に出会い、ウィンディキシーと名付けてそのまま家に連れて帰る。父から飼い主が見つかるまで一時的に預かるとの条件で、オパールはウィンディキシーと暮らし始める。 オパールは、父とトレーラーハウスを借りて住んでいるが、実は、ペット禁止。隣に住む王や、アルフレッドに、ウィンディキシーのことがバレて、夏が終わるまでに新しい飼い主を見つけると約束する、ことに。後日散歩中のウィンディキシーは気ままに走り出し、ある時は、ペットショップ、またある時は、図書館、さらには、魔女の家へとオパールを振り回す。 しかしオパールはそこにいる人と仲良くなり、ウィンディキシーはオパールに友達を見つけてくれる天才だった。ペットショップで働くオティスと親しくなったオパールは、翌日から仕事をお手伝いに訪れるようになる。図書館では、物語のように色々と話を聞かせてくれる館長、ミス・フラニーと友達になる。また、魔女と呼ばれるおばさん、グロリアには、私は目が悪いけど、 心の目で見るから、あなたのことを聞かせてと言われる。オパールは、ずっと誰かに聞いて欲しかった自分の寂しい気持ちを、グロリアにすべて打ち明ける。ある雨の夜、眠れないオパールは、母のことを話したがらない父に頼んで10個だけ母のことを教えて欲しいと伝えるが、母の人柄などを9個聞いたところで終わりにされてしまう。ある日オパールは、オッティスと警察官のやりとりで、 オティスが過去に刑務所にいたことを知り動揺し、グロリアに相談する。グロリアは自身が酒に溺れて失敗をした過去を打ち明け、今のオティスを心の目で判断することが大切と助言する。別の日をパールはミス・フラニーから祖,祖父が南北戦争で傷つき人々を幸せにするためにキャンディー会社を作った話を聞く。 そしてミス・フラニーからそのキャンディーをもらうオパールは甘さと共に悲しみの味を感じる。ミス・フラニーからそのキャンディーには悲しみの味付けがされていて心に悲しみを持った人だけが感じる味だと聞かされる。キャンディーを分けてもらったオパールは父に一つあげると悲しみを感じて10個目の話として母が酒に溺れた過去について伝えられる。オパールは世の中は このキャンディーみたいに甘さと悲しみがごちゃ混ぜになっていると考える。ウィンディキシーや周りの人たちと過ごすうちにオパールは次第に明るさを取り戻していく。後日自分や周りの人の悲しみを癒すためにどうしたらいいか考えたオパールはウィンディキシーが出会わせてくれた人たちを集めてパーティーをする。 アメリカでは2005年2月18日にウォールデンメディア20世紀フォックス配給で公開。上映時間105分。日本では劇場を未公開であり、2005年に DVD、ビデオレンタルとなった。オパールと親しい大人たち街の子供たちその他の主な人たち。ありがとうございます。